はい、こっち私のラボなんですけれどもね、ここにある機械、これは島津というところの会社が出している、この分野ではまあ大手ですが、ガスクロマトグラフィーですね、白層クロマトグラフィーのご紹介をしましたけれども、いわゆる液体だったりガスクロマトグラフィー、まあ、種々のものがあります。で、簡単に説明しますと、こちらにサンプルの注入口があるんですね。で、こちらからあのサンプルを入れるんですけれども、まあ、ガスクロマトグラフィーというぐらいですから、基本ガス化した気体を分析にかけます。で、こちらの注入口にですね、すぐ入れた後、あの非常に高温にさらされるあのユニットがあって、そこで基本ガス化します。逆に言えばガス化しない固体はこのガスクロマトグラフィーでは、分析できないということですね。で、ここにサンプルに入ってインジェクションして、で、ここ開けてみますとメインボディですね、はい、こういったあの細いなんかこうワイヤーみたいなのがありますが、これがいわゆるカラムというものです。まあ、非常にもうワイヤーと表現しましたけども、非常に細くてですね、ただのなんて言うんでしょうかね、あの紐のように見えますけれども、この中に実はあのいわゆる固定層ですね、があって、実はこのワイヤーの中のその中をあのくぐっていきます。サンプルがぐる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 くぐっていって、で、最終的には閉じますけれども、心ユニットですね、ちょっと中分解しないと見えませんけれども、ここにあのいわゆる FID という検出器があるんですね。そこで電気的な信号を得てあの物質を捉えるというのが、まあ、ガスクロマトグラフィーの簡単な説明になります。はい、ガスということなので、移動層もガスになります。キャリアガスはこちらではヘリウムですね。ヘリウム、こういうボンベがありますけれども、使ってます。で、うちの研究室ではですね、基本的にこちらは脂肪酸ですね、魚の油だったり微生物が作る油だったりの中の脂肪酸の組成を分析しています。で、隣はちょっと古い方ですけれども、同じようにガスクロマトグラフですけれども、このように同じような殻も入れる構造になっています。で、こちらは、近いうちにですね、有機酸、酢酸とか乳酸とか酪酸、そういったものの分析に立ち上げる予定です。はい、ぜひ皆さんも将来ですね、もろもろの分析にこういった機器類を使ってみてください。